はい、こんにちは。今日はですね、4月1日、いよいよ新年度スタートしました。昨日ですね、ゆうべ、ライブ、3人でコラボライブやったんですけどもね、その中で、学生さんもね、教育実習についての質問がありましたし、新卒さん、明日からね、いよいよ初出勤なんですっていうことでね、ご質問いただいたりしてね、とてもね、新鮮な気持ちをいただきました。で、新卒さんのためにね、何かしたいなと思って、今日は、新卒さんってね、一番何困るかって、何不安に思ってるかというとね、授業だと思います。ね、子供たち相手の授業、どうやってね、授業っていうのは作ったらいいのか、進めたらいいのかってことが、一番ね、わかりやすい動画は何かなと思って、探して、チョイスしてきたのが、これですね、一生使える授業の原理原則。これ例はですね、小学校1年生の国語の一番最初のページ、全然ね、絵ばっかりのページをどうやって扱うのかっていうことを解説した動画なんですけど、この中に実は授業一般で使える原理原則が紹介されてるんですよね。まあ、簡単に言いますと、一方通行の授業じゃなくて子供とのやり取りの中で授業っていうのは進んでいくんだっていうようなイメージを持っていただけたらな、それだけでね、もうこれは OK だと思いますのでね、もしね、夜帰ってね、時間があるときご視聴してみてください。はい、小学校1年生の担任をされたことありますでしょうか。国語の教科書を最初のページ開くと、全く文字が書いてない絵だけのページってあるんですよね。そこを授業された記憶ありますか。そのページをどうやって授業するかっていうところに、すべての学年に共通する授業の原理原則が含まれているということを、この動画でお伝えしてみようと思います。小学校1年生の国語のページを最初の授業をしようと思って開くと、文もないし、言葉、文字すらないっていうページ、お花畑のようなところに動物が出ている、それだけの絵っていうページがあるんですよね。まあ私が授業した時はあったんです。これで一体何を教えるのかっていうことなんですけど、世の中には教えるっていう言葉にこうアレルギー持っている大人の方、教師っていうのがね、一部にいらっしゃると思うんですけど、教えるっていうことは、教え込むということとはまた違うんです。別なんですよね。これはですね、言葉が書かれていないっていうところにポイントがあるんですね。言葉が書かれていないっていうことは、言葉を引き出すチャンスっていうことなんです。何も教科書に文字が、言葉が出てないわけですから。でも子供たちの頭の中には、きっと絵を見て言葉が浮かんでくるはずなんです。そうすると、それを引き出した時に、すごいね、よくわかったね、とか、あ、そうなんだ、とかってね、もう大げさっていうかね、もう本当にね、びっくりして褒めることができるんですよね。そういうページなんです。じゃあそのためにはどういう授業を展開するかっていうのを具体的にご紹介したいと思います。まずそのページを開いて、お猿さんはどこにいるかな、指さしてごらんって。これ教科書に指を置かせるっていうことは、その、置いた子、早く置いた子が教師から一目でわかりますよね。そうすると、早いなーって褒めてあげることもできますし、近くにいる子はその早い子が指している指の場所をヒントにして自分も探し出すことができますよね。隣の子のやってるのを見るっていうのはね、ダメだって考える先生が一部にはいらっしゃいますけど、全然そんなことはなくて、それは子供が自分もできるようになりたい、自分も先生に褒められたいっていうことなんですね。だから、あえてそういう環境を作ってあげて、指さしたらもう目を合わせて褒めてあげる。子供は、特に1年生の子は、自分ができた瞬間っていうのは顔を上げるはずです。で、先生の方を見るはずなんです。ですから教師は教科書ばっかり目を落としていないで、子どもたちの様子、活動の様子を見て、こう先生褒めてってこう合図を出していることを目を合わせて、すごいねって褒めてあげるっていうことが、もうすごく大事になってくる場面ですね。もうすでにここに原理原則がありますよね。ですから、かける言葉としては、名前呼んであげるのがね、ポイントですよね。新年度、新学期始まったばっかりですけど、何々ちゃん早いね、何々くんすごいな、もう見つけたの、みたいなことを言ってあげるといいですよね。そうしますと、実は教室の中には、まだ教科書を開いていない、開くことができないでいる子っていうのがいるんです、これがまた。で、周りがそうやって先生に褒められる動き、雰囲気、空気ができて、やっと自分も教科書を開く。教師はそのことも想定して褒めてあげるんですよね。ですから、まだ開いてない子を叱っちゃダメなんです。開いていない子のために、遅い子のためにもそういうことをするわけなんです。
ですね。ですからもう二重三重にたったこの教科書を開いてお猿さんを指さしてごらんっていうことのこの授業行為、教師の行為にはもう二重三重四重に意味があるっていうことなんですね。ここまでは準備段階なんです。次に発問、いよいよ発問、授業に入っていくっていうことなんですね。どうしてかっていうと、ここでやっと教科書を全員がここでやっと教科書を開いたっていう状態になってるわけなんです。ですからさっきの、お猿さんに指さしてごらんっていうのは、まあ授業でもあるんですけども、授業に入る前の準備段階とも言えるんですよね。では最初の発問はどういうかと言いますと、この絵の中に何がいるかな、何があるかな、見つけた人は教えてくださいっていう感じですね。これが発問です。発問1っていう感じですね。そうしますと学校の授業ですから子どもたちは黙っていてもきっと手を挙げると思います。はい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 って、ここはですねもう挙手指名でいいんです。もう手を挙げて先生に当てられて発表するっていうのはね、もう授業の醍醐味ですからね。一番ね、楽しいところですからね。お家帰ってね、今日勉強したよとか、発表したよってね、言える場面を作ってあげましょう。先生はその子の名前を呼んで指名します。何々さん教えてくださいっていう感じですね。最初に当てられた子が、クマって言ったとしますよね。次に、これをどう引き取るかですよね。そこは授業、学校の授業の始まりですから、クマですって言ってごらんって優しく言ってあげます。するとさっきの子はクマですって可愛く言いますよね。そのタイミングでもうめちゃくちゃ褒めてあげるわけですね。すごい、ちゃんと見つけてちゃんと言えました、ちゃんと見つけてちゃんと言えました、クマですってですつけて言えました。もうね、2つ褒めてあげることができるわけですね。でここで他に見つけた人とかって言ってはいけないんです。授業の原則から外れちゃうんです。わかりますか？なんて言ったらいいのか。どうしてダメなのかわかりますか？これ他の子みんながいるじゃないですか。これ集団を巻き込まないといけないんです。一問一答でやるんじゃなくて、終わらせるんじゃなくて、集団を巻き込むっていうのはね、どういうことかというと、次のように言います。じゃあね、先生が10数えるうちに、今〇〇さんが見つけた熊さんを見つけて指を置いてごらん。じゃあ数えるよ。いいちっていう感じでみんなに、他の子をみんなに活動を巻き込むんです。さっき言った子、クマですって見つけた子、発表した子のをさらに引き取ってそれを返してあげる。これで集団指導になるんですね。そうすると他の子も一生懸命クマを探しますよね。さっき一人の子がクマ見つけてそれで終わりっていうんじゃ、他の子は果たして見つけたかどうかわからないですよね。それはもうさっきのこのせっかくの発表をドブに捨てちゃうようなもんですからね。クマですって言った子の発表を引き取ってそれを全員に返してあげる。これ全員も活動し、他の子も活動しますし、最初にクマを見つけた子も誇らしいですよね。今私が見つけたことをみんなが探してくれてるっていう気持ちになりますよね。それが授業なんです。学校の授業なんですね。そうすると、はい、見つけましたっていう子が出ますよね。それをまた引き取って、目を合わせて褒めてあげれば、どんどん授業が進むわけなんです。で、見つけた子を褒めるっていうだけじゃなくて、もっと上手の演出があるんですね。どういうふうに展開するか、想像つきますか？はい、見つけましたって言った子に対してですね、いやいやいや、そんなことない。そんなすぐ見つかるはずがないとかって言ってあげるんですよ。そうすると1年生、2年生、低学年の子はね、いや、先生見つけたってば、ほらほらっていう、ね、他の子も集団も、うん、興奮度が上がります。いや、そんなすぐ見つかるわけないでしょう。まだね、2しか数えてないんだよ、先生とかって。そういうやり取りをしていくわけですね。そうしますと、なんて学校の勉強って楽しいんだろうって なります。必ずなります。ここでね、そんなわけないだろうの次の展開、どう運んでいくと思いますか？ここはね、さらに引っ張るんですね。まだまだ引っ張れるんです。もう見つけたの？本当？じゃあね、みんなちょっと手を膝に置いてごらん。姿勢正して。っていうふうに言います。そうするとみんな姿勢正しますよね。で、みんながこうやって、なんだろうと思ったところに、じゃあね、先生もう一回見てるからね、みんなでクマさん、まだだよまだ。先生がよーい、スタートって言ったら、クマさんを指さしてください。まだだよまだ。行くよ。いい？待っててね、行くよ。よーい、スタートっていうような感じで、で、みんながファッてクマさん指さしますよね。
多分この段階でクラスの子全員がクマさんを見つけて指させることができると思います。実はさっき一人の子が発表しただけじゃまだまだね、クマさんを見つけてない子がいるわけなんです。そしてそんなわけないそんなわけないとかって言ってもう一回やらせた段階でもまだ見つけてない子がねいる可能性があるんですよ。ですからもう一度っていうか、それはもう一度っていうつまんない繰り返しではなくて、演出しながら引っ張っていくわけですね。盛り上げていくわけですね。そしてここでやっと板書です。教師はチョークを持って黒板の右隅にひらがなでクマって書きます。子どもたちはきっとねそれを注目してるはずです。クマって、クとマの字をじっとね集中して見てるはずなんです。そしてその文字、板書の文字を読ませます。じゃあみんなで読んでみましょう。3、はい、クマ、ね、これ揃ってるね、すごいな。もう一回揃えて言えるかな。3、はい、クマ、そういう感じですね。これが1年生の授業なんですけども、これはもう2年生以上であっても原理原則ってね、今までの展開考えてみてください。振り返ってみてください、ね、使える部分たくさんあるじゃないですか、ね、これが6年間の授業作りの基本になってると思います。ですから大学教員目指してる学生さんとかにこういうことをね本当は教えてあげたいんですけどもね、残念ながら教員養成大学でこういうことを習ってこないで現場に立ってる先生ってまだまだね多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。でも今インターネットね、 YouTube だけじゃなくてね、いろんな媒体で授業のことを発信している先生方ね、あるいは元教師ってねいらっしゃいますから、どんどんこういう機会、こういう時間を使って学び取っていただけたらなと思います。まだこの授業ね始まったばっかりなんですけども、あんまり盛りだくさんにしても忘れちゃうといけないので、この辺で一回区切ります。今回はここまでです。